今回は、エンデバーにどうしても気づいてもらいたいダビに対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。本当に初めましてかな？エンデバー、俺たちどこかで会ったことないかな？エンデバー、久し、初めましてかな？エンデバー、おと、初めましてかな？エンデバー、なんね、初めましてかな？エンデバー、俺のこと覚えてないかな？エンデバー、俺の個性に見覚えは？エンデバー、なあなあ、本当に知らないのかい？エンデバー、めんどくせえ。初めてかな？エンデバー、山火事って怖いよな？エンデバー、はっはっは、火の不始末は大変だよな？エンデバー、初めてまともに行った子供の学校行事はどうだった？なあエンデバー、エンデバーかな？お前は本当にエンデバーか？ふぬけたな。久しぶ、はじめましてかな？エンデバー、この姿でははじめましてかな？エンデバー、こいつ、誰だ？ショートの友達か？お前にとってははじめましてかな？おと、エンデバー、もうすぐ父の日だったかな？エンデバー、俺の目の色見た感想は？エンデバー、はじめまして。繰り上がりナンバーワンヒーローエンデバー、お父さんにはじめましてかな？って言ってる俺の気持ちわかるか？エンデバー、ちょっと髪型変えた？エンデバー、シワ増えたかな？エンデバー、なあ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 お前の息子について教えてくれよ。へえ、長女冬美、上司夏を。あっちいなあエンデバー、まあてめえの家庭は冷めきってるけど。お母、奥さん元気か？エンデバー、頼む気づいてくれエンデバー、はじめましてかな？俺の仏壇どんな感じだよエンデバー。夏、真ん中の息子はもう大学生だったかな？エンデバー、ダビ君わらわらで草。冬、娘は教師だっけ？エンデバー、はじめましてだったのかな？エンデバー、そういえばあのスパイ裏切りバカ焼き鳥は君の長女冬美ちゃんと同い年なんだっけ？やだなぁ世間話だよエンデバー、ある意味はじめましてかな？エンデバー、君の息子の仏壇に線香の一つでも備えてるかい？エンデバー、庭の林道はまだ咲いてんのか？エンデバー、この時期は麦茶だよな。家に帰ったらそれぐらい自分で煮出しとけよエンデバー、はじめましてでよかったかな？エンデバー、ホークスはお前のファンらしいぞ。エンデバー、最高傑作は今頃高校かな？エンデバー、俺がいた頃は赤ん坊だったのに時の流れは残酷だな。エンデバー、はじめましてってことにしておこうかな？エンデバー、てめえに都合の良いヒーローのご活躍いっぱい見てもらってよかったなエンデバー、お供物美味しかったって姉さんに言っといてくれよエンデバー、ナンバーワン就任の悲願達成おめでとう。エンデバー、俺、ナンバーツーヒーローになるよ。だってその時のナンバーワンは父さんだから。なんて夢物語の三文小説みたいなチャチな夢抱えてたっけな。ホークス、あ、ナンバー2です。俺はずーっとお前のこと見てたぜ。エンデバー、ここまで来ても初めましてかな？エンデバー、初めましてって言ってくれんのかな？エンデバー、初めましてだったらよかったのかな？エンデバー、ホークス、おそらく翔太くんのお兄さんです。エンデバー、なるほど。初めまして。ダビ、あーそうだ初めましてかな？エンデバー、全員他人行儀で草。なんで気づかないのかな？エンデバー、初めて会った気がしねえな。エンデバー、エンデバーはいい加減気づいてやれ。知ってるかい？炎で焼けるのはゾンが痛いんだよ。あの日は空気もこの葉も乾燥していてすぐに一気に燃え広がっちまったよエンデバー、気づいてくれるかな？エンデバー、この時に気づいてたらどうするつもりだったんだろ。気づく親だったらダビになってないし。残酷なこと言うのやめろ。ところで俺が最初に仮装したのは誰だと思う？エンデバー、お茶でもしようか、とどろきエンジ。断られたら釣れないこと言うなよ、ははははははするのか。俺の髪の毛の根元見て。白いでしょ？髪染めているんだよね。お前の息子の髪色は何色だったかな？エンデバー、実は俺車酔いしやすいんだよなエンデバー。俺の名はとどろきとう、今はダビで通しているエンデバー。そろそろ気づいたか？エンデバー、今日こそ必殺技教えてよエンデバー。火力の上げ方しか教えてもらってねえんだよ、とどろきエンジ。調節も調整も加減も何もかも自分でお前の動画を何回も何回も何回も見てマスターした。なあ俺は誰だと思う？お前があの日殺した亡霊だよ。エンデバー、ん？どういう意味だろ？いやエンデバー、これは俺の父親の話なんだが。エンデバー、こいつの父親は飛行系の個性を持っているのか。ホークス父親説。エンデバー、難儀な息子を持ったなホークス。こういった修羅場があったんだろうな。お父さん22歳、息子24歳。むしろ兄弟みたいで草。そういえば義兄弟？義息子？ってヴィラン連合所属だっけ？あれ、そういやなんであいつ炎を操ってたんだ？しかも操演。まさかははは、エンデバーさんの息子だったりしねえよな。まさか。調べよう。
なんでこんなにも全員揃いも揃って鈍いんだよ。早すぎる男はどうした？鈍感鈍が男だろこれもう。早すぎて一周回ってるから鈍く見えるだけだぞ。せいぜい頑張れ思い出してみろよ、とどろきえんじ。はじめましてかな、かなかな。発症した？髪も染めてるし顔も変わっちったし、継ぎはぎだらけの体で個性の炎の色もいいけど、俺が当屋だって気づくかな？お父さん、はじめましてかな？エンデバー。言ってることと心の中の声が逆になってますよ。最近暑いから熱中症に気をつけろよエンデバー。ありがとう、体がすごい焦げてるぞ。優しい子に育ってくれて嬉しいだろ？エンデバー。エンデバー確かに冬にも夏をもショートも優しい子に育ってくれた。3時のおやつにアイス食べるか？エンデバー。ありがとう、くず餅アイスを頼む。くず餅アイス探してきたよエンデバー。わざわざ探してきてくれるなんて親孝行すぎる。そろそろ気づいてやれエンデバー。エンデバーこんなに親切な青年なら親御さんもきっと親切な人なのだろう。エンデバーはダビの正体に気づいた？1気づいた。2気づかなかった。サンホークスの息子だと誤解したままである。エンデバー。そうか気づいたぞ、ダビの父親はホークス。エンデバーさん。ごめんなさい。ダビは、トウヤは、俺の再婚相手の息子なんす。エンデバー、この口数の多さ、しかしクズ持ちアイスを持ってくる気遣い、紛れもなくダビの育ての親はホークス。ダビ冬美夏をショート。今日からよろしく、お父さん。ホークスがめちゃくちゃ巻き込まれて事故に遭ってる。長男は年上だし長女もおそらく同い年。法令とかいう謎すぎるカプができてんのくさ。いやぁ、10日だねエンデバー。さすがにいい加減そろそろ気づいたよな。エンデバー。エンデバーがデジタルと崩壊してきた。俺、図体がでかい精神年齢雑魚の大男が力いっぱい乱暴にする運転が苦手なんだよ。日が怖いよな、エンデバー。少年に似合わず綺麗な色の瞳をしているなエンデバー。宝石のような青い瞳だ。俺の瞳の色も青色なんだぜ、奇遇だな。見ろやエンデバー。社会の窓開いてるぞエンデバー。おっと気づかなかった、ありがとう。ダビ？でも俺の正体には気づいてくれないんだ。俺のこと忘れちゃったのかなお父さん。知らんぷりはよしてくれ。なあ俺を見て、見てくれよ、エンデバー。このスレを通して音。エンデバーは気づいた？1気づいた。2気づかなかった。3ホークスの息子だと誤解したままである。4わからん。5いいやつだな、もしかして佐藤？わかったぞダビ。お前の正体はあの日捨て猫を拾ったり俺にコーヒーを分けてくれた同級生の殉職したはずの体液がガソリンな個性持ちの佐藤だ。なんかお前を見ていると一番上の息子が生きていたら、こんな風になっていたのかもしれないと感慨深くなってしまうな。ダビがかわいそうに思えてきた。夏くん、この人一遍家族総出でしばかなきゃダメだ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。